それでは時間になりましたので、午後の最初の部の、パスエデータベースおよびプロテオムデータベースの紹介っていうのを始めたいと思います。私はですね、新潟大学の奥田と申します。よろしくお願いします。パスウェイデータベースが一応メインなんですけれども、私の今やってるこの DBCLS のプロジェクトでプロテオムデータベースも開発を行ったりしているもので、それも含めて少しだけご紹介できたらと思います。とですね、皆様のお手元に2つ資料を印刷してもらったのがあるかと思います。こちらのちょっと分厚めの方が今回のスライド資料を全部印刷してもらったもので、もう一つちょっと薄いデータのアップロード手順って書いてあるこっちの方は最後にプロテオムデータベースのところで補足資料として使おうかと思っているものなので、手元にあるかご確認ください。では始めたいと思います。まずですね、皆さん事前アンケートというものをしていただいたかと思います。で、パスウェイデータベースの、お話ということなので、パスウェイ関連のデータベースを使ったことがありますかという質問と、今回そのパスウェイデータベースとして KEGG というデータベースをご紹介することがメインになりますが、その KEGG っていうのを使ったことがありますかというアンケートを取っていただきました。その結果ですね、この前にありますが、パスウェイデータベースを使ったことがあるかというのを見ますと、日常的に使ったことがあるぐらいが2、3割ぐらいで、今後使う予定はすぐにないが、使い方を覚えたいという人が大半だということだということが分かります。で、KEGG っていうデータベースを今日紹介しますが、その KEGG を使ったことがあるかと、触ったことがあるかというような意味の質問ですが、使ったことがあるっていう方が4分の1ぐらいで、知っている、聞いたことがある程度の人を入れても半分ぐらい、残りは知らないというような状況ですので、全体としてですね、パスウェイデータベースについても、今日紹介するその KEGG っていうデータベースについても、大半の方はあまり使ったことがないし、ご存じない方が多いかと思います。ただですね、アンケートの、中身を見てみますと、どういう方がアンケートを答えてくれているのかなと思って見ているところ、学生の方や教員の方、いろいろ多様性があるというか、幅広い方が今回聞きに来られているようですので、基本的にはできるだけ平易なというか、ゆっくりじっくり進めていくという形で、私自身の講習は進めたいと思いますが、バイオインフォマティクスもゲノム解析とかもやったことがあるという人も中には含まれていたようですので、そういう方は資料を見ながらどんどん進めてもらえればいいんじゃないかと思います。では、実際進めていきたいと思います。で、まずですね、パスウェイデータベースのことを話しするということですので、パスウェイデータベースっていうのはどういうものかということなんですが、パスウェイっていうのはここに書いてあるように、生体内での遺伝子やタンパク質、その他の化合物等の分子間相互作用が、経路という形で表現したものですとなっています。で、こちらにいらっしゃる皆さんは浜松医科大の方が多いと思われますので、あまり釈迦に説法であまり詳しく説明しなくても大体のことは分かると思いますが、定義とすると、こういう形の定義でよく言われるものです。で、相互作用の知識、そういう論文等から集めたものを集積して、目で見る形にできるようにしたようなものが、パスウェイであり、パスウェイデータベースと呼ばれているものだということです。で、こちらに書いてありますけれども、ベーリンガー・マンハイム社というところが、
まあ、非常に古いだいぶ昔にですね、まあ、そういうパスウェイマップ、パスウェイデータベースというようなものの、まあ、初期型みたいなものをまあ構築していました。現在はそれをまあロッシュっていう会社が継続して行っていますが、それがまあ一番最初の代謝マップ、パスウェイマップではないかとまあ言われているようなものとなります。で、まあ、もともとはですね、電子化される前の話ですので、まあ、いわゆる紙媒体でまあ、ポスターみたいな形のものとして提供されていたというような感じのものになります。で、まあ、実際ですね、これどういうものかっていうのを見てもらおうと思って、資料の続きにその、このベーリンガーマンハイムの代謝マップについて、まあ、図を出しているんですが、まあ、実際ですね、皆さんお手元にパソコンがあると思うので、一緒にそれも見ていければなと思います。で、例えばですね、このですね、パスウェイの URL を書き忘れていたので、ここで検索します。ロッシュのパスウェイとかバイオロジカルパスウェイって検索してもらうと、多分一番上にこのロッシュバイオケミカルパスウェイズというのが、まあ、出てきます。これがその本体になります。で、まあここの画面が印刷されたものに出てるかと思うんですが、まあ、こういうものが、まあ、ロッシュが今そのメンテナンスをして維持してくれているというようなものです。で、ここの左下の、この部分ですね、エクスプローラーザパスウェイズをクリックすると、まあ、こういう感じのものが出てくるかと思います。で、ちょっと最初すごく拡大されていて見づらいんですが、まあ、この右下のコントローラーで、まあ、ちょっと拡大縮小とかしていくと、まあ、こんな感じで全体像が見えるようになります。ここのマップの部分はドラッグできるようになっているので、いろいろ動かしてもらえればいいかと思います。まあ、こういう感じのものになるわけです。で、検索とかもこのマップでできるんで、まあ、ちょっとだけ試すと、まあ、この、サーチのところですね、ここに、まあ、例えば TCA 回路とかを見たいということであれば、まあ、TCA と入れて、まあ、例えばクリック、リターンキーを押してもらうと、まあ、このような形で検索結果が出てくるので、まあ、TCA サイクルを、クリックすると、まあ、ここですよということが、まあ、強調されて見れるかと思います。TCA サイクルに限らずいろんなパスウェイが統合化されていますので、ご自身が、興味のある遺伝子であるとか、そういう代謝系があるかどうか確認してもらえればいいんじゃないかと思います。まあ、こういうこのまあマップ自体が、まあ、最も古いパスウェイマップと言われているものの、まあ、現在のバージョンということです。まあ、拡大していきますと、まあ、もっといろいろその細かな部分が見えてくるんですが、ちょっとネットが遅いかな。まあ、お手元でちょっと拡大してもらうと、これ今レスポンスが遅くて画面が汚いですけれど、実際どんな酵素でどんな反応かというところまで見れるかと思います。だいぶ綺麗になってきましたね。まあちょっとネット環境がいいところだと、もうちょっと早いレスポンスかと思います。それでですね、まあ、こういう感じで皆さん同時にアクセスしたりすると、まあ、インターネットの環境としては若干その遅くなったりとか、レスポンスが止まったりとか、いう状況が起こるかも分かりませんが、こういう講習会ですので、そういうことがちょくちょくあるかと思います。時間を改めてアクセスしてもらう等で、対応してもらえればと思います。で、まあ、こういうデータベース、パスウェイデータベースがこういう形でまあ整備されつつあるということなんですが、まあ、実際ですね、まあ、今の、まあ、ロッシュが提供しているものは、まあ、マップを出しているというだけで、まあ、いろんなことができるような状態ではないような形のものとなります。で、現状ではですね、まあ、今そのロッシュのものでもこういうふうに計算機上でまあ見えるようにはなっているわけですが、まあさらにゲノム解析等でいろいろ使えるように、コンピューターでの利用をいろいろできるようにするようなパスウェイデータベースというのが、まあ他のデータベースとして整備されていると。
で、まあ、例えばゲノムのアノテーションとか主幹比較や、まあ、進化の解析、まあ、遺伝子発現でエンリッチメント解析をするとか、まあ、モデル化とかシミュレーションとか何らかの予測を行うとか、まあ、こういう、まあ、いろんなことができるようなデータベースもあるというような状況になりつつあります。まあ、そういうところを、紹介していきたいと思います。で、まあ、これは今紹介した部分ですね。で、まあ、その時に基本的にはパスウェイデータベースの見方としてこのダイアグラムで表現されているというのがパスウェイデータベースでの一般的な表現方法となっていますので、ここでそれについて少しだけご紹介します。後で出てくるその KEC パスウェイというパスウェイでの表現例となっていますが、他のパスウェイデータベースでも似たようなものですので、この部分が理解できていることが一つ重要かと思います。一般的にはその代謝パスウェイで代謝産物化学物質が濃度になっていると。で、酵素反応を、エッジ、これは線ですね。濃度っていうのはこういう丸とか四角とかで、酵素反応がエッジとなってますが、このエッジっていうのはこの関係を表す線のことです。こういうものの組み合わせで、代謝系のマップ、その経路が表現されているということです。で、単にいわゆる基礎系の代謝マップ代謝経路だけではなくて、制御系の部分も表現されていて、その2種類が主なものですが、制御系の場合は活性化とか、抑制性かどうかとか、リン酸化があるかどうかみたいなのが表現されていると。実際の絵としてはこういう感じの、代謝系であればこういう形で表現されていて、制御系はこういう形になっています。この場合この化合物を出発としてここに酵素が普通は入ってますが、この酵素がこの化合物を触媒してこの生成物を作りますよと、あるいはこっちの酵素だと同じこの化合物はこの2つの生成物を生じる反応を触媒しますというような形で化学反応が酵素反応が表現されています。制御系の方だとこのタンパク質がこのタンパク質の発現を抑えてますと、今度この矢印はこっちを活性化してますと。で、これはプラス P と書いていますので、このタンパク質をリン酸化しますというようなことがダイアグラムという形で表現されているものです。基本的なルールとしてはこういう感じのものが一般的だということになります。で、後ほどデータベースの紹介のところで少し触れるので前もってご説明しておくと、データベースのデータ形式っていうものがいくつかありまして、ここに参加しておられる皆様はどちらかというとこういうものを気にしないでパスウェイデータベースを利用されることになると思いますが、その裏側でこういうそのいわゆるデータフォーマットデータ形式というのが、いろいろ整備されています。もし仮にですね、バイオインフォマティクスをやっているとかプログラムでパスウェイデータベースをコントロールするというようなことに興味がある方はこういうデータ形式っていうのを、ちょっと意識しないといけない部分がありますので少しだけ紹介します。で、パスウェイのデータベースとして主に XML という形でデータが表現されていますというのが、基本になります。で、XML って聞いたことある方もいるかもしれないんですが、おそらく知らない方が多いと思いますので簡単に言うと、インターネットの世界でホームページを見るときには HTML という、形式でデータが書かれています。で、HTML はハイパーテキストの XML という意味ですので、XML の一種になるんですが、そういうその記述の仕方があります。で、インターネットの世界はその HTML なわけですが、これパスウェイのデータベースはいろんなその XML のフォーマットが定義されていて、後で紹介する KEG であると KGML というものが KEG オリジナルな定義として開発されています。で、分子間の関係とダイアグラムのレイアウトを扱うための、KEG 独自のフォーマットだと書いてありますが、この KGML には先ほどのそのパスウェイのダイアグラムの座標とかも書かれていて、どこにどういう関係があるかというのが
この XML 形式で表現されているというようなものです。で2個目のこの SVML というのはシステムバイオロジー用の XML ですよということなんですけれども、このセル ML とか CSML とか亜種もいくつかあって、パスウェイのシミュレーションとかモデリングを使うためのフォーマットになっています。ですのでもし仮にどういう、タンパク質だとか、化学物質の濃度変化の情報とかがいろいろあって、それによってシミュレーションしたいというような場合はこの SVML フォーマットのデータを、用意するような形になります。で次の PSIMI というのは、プロテオミクスの表現ですよというふうに書いてあります。これ後で少しだけそのプロテオムデータベースのところで PSI というのを紹介しますが、そこで定義されているこのタンパク質間相互作用のフォーマットということになります。でバイオパックスとなっているこれが非常によく使われているフォーマットなんですが、いろんなデータベース、特にパスウェイのデータベースを統合するための、あるいはデータ交換をするためのフォーマットということで、KEG のみならずですね、後で紹介するいくつかのデータベースのデータを仮にその使うときに一つにまとめたいというようなことが想定されますが、そういうときにはプログラムもしないといけないですけれども、こういうバイオパックスのフォーマットを集めてくるというようなことが重要になってくると。で、こういうのをデータを取ってくるとですね、いろいろ可視化のソフトウェアに入れたりできまして、例えばサイトスケープとかビジアントって呼ばれているようなそのネットワークを見える形にするソフトウェアにデータを入れるときにこういうフォーマットのデータを使うということです。で、ここに書いてありますけど AJAX58 のこのサイトスケープを使ったデータの可視化のところとかを見てもらうと、こういうフォーマットからネットワークの図を作るっていうような部分が講習にありますので、ぜひご覧になってください。で、いろいろですね、そのパスウェイデータベースの使い方っていうのはあるかと思うんですが、今回はですね、下にあるバイオサイク、リアクトーム、KEG パスウェイという3つのデータベースについて紹介しますが、主には KEG パスウェイというデータベースを紹介したいと思います。で、最初に少しだけですけれども、そのバイオサイクっていうパスウェイデータベースについてご紹介します。バイオサイクっていうのは、アメリカの方で作られているパスウェイデータベースになりまして、URL はここにありますけれども、Google とかでバイオサイクと引いたら一番上に出てくると思います。で、大腸菌から人までいろんなその、生物種が対象でデータが集められていて、専門家、アノテーターの人が手作業で論文とかから文献ベースのデータをアノテーションする部分と、機械で行う自動的にアノテーションする部分との組み合わせの部分になっています。で、対象としては代謝パスウェイと制御系両方入っているということになります。で、利用条件、先ほど午前中にもちょっとありましたが、どういう条件でデータベースを使えるかというのは、比較的気にしないといけないような時代になりましたので、こちらの場合はアカデミックフリーという形で公開されています。で、いわゆるその元のデータを取ってくるときには、先ほど紹介したバイオパックスという形でデータが提供されていますので、そういうデータが扱えるようなソフトウェア等で、手元で解析するときには、そういうものが必要になるということです。実際ですね、見てみますと、バイオサイクと検索してもらうと、このように一番上に出てきているもの、これがバイオサイクの本体になります。私のところではちょっと JavaScript のエラーが出ますが、皆さんのところはどうか分からないんですけど、そのまま進めてもらうと、このバイオサイクのページに行けるかと思います。で、このメタボリズム、ここの部分のメタボリズムの、セルラーオーバービューを見てもらうと、このバイオサイクが持っているパスウェイの全体像というものが見れます。で、ここではですね、デフォルトの設定としては、この大腸菌の MG1655 株がベースになっているパスウェイっていうのが出てきています。
これはまあバイオサイクっていうデータベースがもともとこの MG1655 株のゲノムを決めたグループと一緒にやってた部分もあって、こういう大腸菌の部分のアノテーション情報が非常にリッチだということになっているからだと思われます。で、これは大腸菌なのでこのままやってもいいんですけれど、この左上にサイトっていうのがありますが、ここにヒューマンサイクというのがあります。でここを選んでもらうと、この大腸菌のエコサイクだったところが、人のパスウェイベースのヒューマンサイクと、バイオサイクでは代表生物は特別にこういう形で切り分けた名前の付け方をしているので、人関係はヒューマンサイクみたいな形になってますけれども、こういうデータベースにアクセスすることができます。また同じくセルラーオーバービューを見てもらうと、このヒューマンサイクの中のパスウェイが見れるというような形になっていて、先ほどと少しだけオーバービューしたパスウェイが違うかと思いますが、これは人の代謝マップに特化しているからというような意味になります。で、例えばですが、ここでですね、このハイライトパスウェイっていうのを選ぶと、いくつか右側の部分ですね、いくつかその検索の項目が出てきますので、ネームっていうところで何かしらその、パスウェイの名前等を入れてもらえればいいかと思います。グルコースとか入れると何か出てくるかもわからないですが、例えばグルコースって入れると、こういう GDP グルコースバイオシンセシスの2番っていうのが出てきますが、これをハイライトって押すと、どこかがハイライトされたんだと思うんですが、色が変わってるところがどこかにないですかね。ちょっとマイナーなパスウェイだから色の変わってるのが見えないかもわからないですね。TCA サイクルとかはいけるかどうかちょっと試してみましょう。ちょっと TCA サイクルも今のところなんか反応しないですが、こんな形で検索したものが本当はここに色がつくような形になっていると思います。実際の例を見せるためにちょっとヒューマンサイクルじゃなくってエコサイクルに戻してみますが、たまにこういうデータベースなので大量にデータがあってうまく動かないみたいなのも、あるはあるんですけれども、そのあたりは多めに見てあげてもらえればいいかと思います。で例えばですね、ちょっとこれ大腸菌に戻ってしまいますが、このパスウェイのところで先、これは午前中うまくいったので、TCA サイクルっていうのを選ぶと、これでハイライトがかかってここに緑がつきました。これはバクテリアの TCA サイクルの部分でマップできた、大腸菌だとここですよというようなことが分かるということですね。こういうのが一応バイオサイク、エコサイク等でできるようなことです。でもう一つ他のこれまでのパスウェイの講習会でも行われていたものの一つが、この GEO からデータをインポートするっていう部分です。ご自身のデータをインポートしてアップロードするみたいなこともできるんですが、ここでは例えばこの GEO の GEO というのはジーンエクスプレッションオムニバスっていう、アメリカのデータベースでマイクロアレイとかトランスクリプトームのデータを集めたデータベースですね。で、これを、ここキーワード入れることができるんですが、仮に空っぽで検索することもできて、これを進めると大腸菌で GEO に入っているデータがいろいろ出てきます。で、今ここに出てきているのは51セットってなってますが、別にどれでもいいので、例えば何か一つ選んでもらって、一番上のにしてみますか。で、このデータセットの、中にいくつかの、これがそのトランスクリプトームのデータですけれども、
マッピングしてみたいものを、まあ、仮に1個選ぶと。でサブミットすると、まあ、自動的に、まあ、処理されてマッピングされるということなんですけれど、まあ、こんな感じになります。でこれはまあ、ちょっと大腸菌のデータでもあるということもありますが、発現が上がっているところばっかりが、まあ、出てきていますので、まあ、真っ赤になってますけれど、上がっている部分と下がっている部分が混ざっているようなデータであれば、これが赤と青の両方の色がつくというような形で綺麗に見れるかと思います。まあ、バイオサイクっていうデータベースではこういうことを、まあ、一応その、まあ、自動で、クリックしていくだけでできるというようなところが、まあ特徴かなと思われます。でバイオサイクはこれで、その次ですけれども、もう一つパスウェイデータベースで有名なものの一つが、まあ、リアクトームというデータベースがあります。URL はそこにあるように、このリアクトーム .org というものですけれど、今度はですね、このエンブル EBI が作っているということで、まあ、これはヨーロッパのグループが開発している、主に開発しているパスウェイデータベースということになります。で基本的にはこのデータベースは人がメインで、まあ、他にいくつかの代表生物種のデータも入っているんですけれども、基本的に人のパスウェイデータベースということになります。で、まあ、こちらもですね、アノテーターをやってるような専門の人が、まあ、論文から知識を抽出したものが集められていて、まあ、ダイアグラムで表現されていると。で、まあ、あるいは計算機で推定しているようなものもあるんですが、まあ、先ほどと同じ代謝系のパスウェイと、まあ、シグナル伝達系統が、まあ、一緒になっているというようなものです。で利用形態としては、まあ、これ全面的にフリーになっていて、アカデミアオンリーがフリーだとかいうのではなくて全部フリーだというような感じになっています。どうもヨーロッパは比較的何でもオープンにするというような考え方が根付いているというような雰囲気で、まあ、アメリカの方はまあアカデミアだったらフリーだというようなことが多そうな感じはしていますが、まあ、こういう状況です。で、まあ、バイオパックスとか SBML の形式でデータが公開されていますので、特に SBML でデータがあるんで、まあ、モデリングであるとかシミュレーション等を行うような方がよく使われるかと思います。で、まあ、これも少しだけ見ていきたいと思いますが、まあ、リアクトームと検索してもらうと、これも一番上に出てくるかと思います。でまあ、画面はこんな感じで小綺麗にまとまっているような、インターフェースなんですが、このパスウェイブラウザーっていうところを押してもらうと、このリアクトームでのパスウェイが、まあ、出てきます。で左側に、まあ、いろんなカテゴリーがあって、まあ、それぞれのそのパスウェイネットワークっていうものが出てくることになっているんですけれども、若干時間がかかってますけど、まあこんな感じでオーバービューすると、まあいろんなパスウェイがこういう、まあなんていうか、こう円状に配置されたような形で、まあ見れるよというようなのがこの、データベースの特徴となります。で、まあ、一旦戻ってですね、例えばさっきの TCA サイクルだと、まあ、TCA、と検索する、まあ、さっきのここのままでもいいですね。ですね、どこだったかな、まあちょっと、TCA サイクルがどこに入ってたか覚えてないんですけれど、この辺になんか入ってたような気がします。
あ、こっちですね、ここです。で、まあ、順番に見ていくと、まあどんな形のパスウェイかが出てくるかと思います。あと、このデータベースもさっきの GEO ではないんですけれど、マッピングができるようになっていまして、このアナリシスのところを押してもらうと、まあ、いろんなそのデータのマッピングができますよというようなことが見えると思います。で、今回はちょっと簡単にサクッと終わらすために、このジーンネームっていうのを押すと、まあ、デフォルトで勝手にいろんな遺伝子名が入ってますけれど、ご自身の持っているものをマッピングすることもできますので、まあ、コンティニューしてあげてアナリシスというのを動かすと、まあ、それがある場所とない場所で色がつくっていうような、まあ、ちょっとここは見にくいですけれど、拡大等をしてもらって見てもらうと、まあ、それも見えるようになるというような形になっていますので、まあ、マイクロアレイでも、まあ、プロテオームでもいいと思うんですが、ご自身でデータを取った時に、まあ、こういうデータにまずマッピングして、まあ、どのあたりにどういうデータが、まあ、偏在しているかとか、そういうことを、まあ、見るのには適しているデータベースかなと思います。で、まあ、リアクトームの紹介も、まあ、これぐらいにしますが、まあ、続いて一応その、まあ、メインでご紹介しますと言っていた、まあ、KEG の方に移りたいと思います。KEG パスウェイと呼ばれているものがあって、まあ、この URL でアクセスしますが、京都大学の方で開発されているものになります。で、印刷されている資料だとここの数字ちょっと古いままだったので、今ちょっと新しく変えましたけれど、ゲノムが決まった生物種、まあ、5000ぐらいが登録されているのとか、あとまあちょっと特徴としては環境メタゲノム、生態メタゲノムのようなメタゲノムデータも、まあ、登録されていますので、まあ、そういうのも、使えるというようなことが、まあ、特徴になっています。まあ、これも同じくそのアノテーターの方が、まあ、文献ベースでデータを、まあ、調査して、まあ、データベース化されていますので、まあ、そういうこう、きっちりした、まあ、パスウェイのデータと、まあ、それでは足りない部分というのが自動で計算されている部分とがあります。で、あとですね、まあ、先ほどと対象としては同じで、まあ、代謝パスウェイとシグナル系といろいろ入っているのと、まあ、こちらも利用条件としてはアカデミックフリーという形になっています。でデータ形式が、まあ、先ほどちょっとご紹介した KGML というものなので、まあ、これベースでソフトウェア等が使えるものであればそのまま使えると。まあ、サイトスケープっていうそのネットワークを可視化するソフトが、まあ、この KGML に対応していますので、まあ、こういうのを使うと KEG のデータもサイトスケープっていうソフトで見ることができるようになるというような感じです。で、とですね、まあ、その KEG っていうのが、まあ、いろんなデータベースが集まっているということをご紹介するためにここからのスライドがありますが、まあ、KEG にアクセスしてもらって、そのスライドにあるように KEG2 っていうのをクリックしてくださいということになっていますので、まあ、実際にやってみたいと思います。まあ、KEG も KEG って検索 Google とかで検索すると、まあ一番上に出てくるかと思います。URL はですね、複数あるので検索の仕方によってはちょっと違うかもしれないですが、この画面が一応一番トップの画面になると思います。で、先ほど、スライドで出てたのはここの KEG2 というところをクリックしてくださいという形になってます。ですので KEG2 をちょっとクリックしてみますと、まあ、こういう感じの画面になって、いろんなデータベースが登録されているという形になっています。でですね、スライドの続きでいくと、この続きが、まあ、
対象生物種を見るっていうような形で、データベーステーブルの下の方にあるケッグオーガニズムをクリックしてくださいということですので、まあ、このいくつもデータベースがあるんですが、まあ、とりあえずその手続き的に進めていくと、どこだろうな、ですね、どこだ、あ、ここですね、ここにあります。オーガニズムスペシフィックエントリーポイントっていうところの下にケッグオーガニズムっていうのがありますので、まあ、ここをクリックしてもらうと、まあ、こんな感じのテーブルが出てきます。これあの下の方にすごい長いたくさんありますけれども、あのこれが一応そのケッグに登録されている生物種のリストになりまして、あの、まあ、非常にたくさんのゲノム生物種が登録されています。で、まあ、資料にあの3文字コードで3から4文字の独自の生物種コードで管理されていると言っているのがここの部分ですが、まあ、例えばあのこれ一番上が人ですけれども、まあ、ホモサピエンスの、まあ、種名から、まあ、HSA というコードが、まあ、付けられています。まあ、大体はですねこの生物種名に合わさって分かりやすいようなパターンが多いんですけれど、まあ、例えば大腸菌みたいに同じ名前であの株がいっぱいあるみたいなやつは、まあ、ちょっとこの文字コード、この3文字コードがちょっと複雑ですけれど、あの、まあ、こういうそのコードで単位、ゲノム生物種が管理されています。で、資料でその次にですね、まあ、この生物種のコードをクリックすると、あの種の情報が表示されますとなってます。で、あのケッグではですね、まあ、どういうアノテーションをしたかと、遺伝子に対して意味付けをする仕方がいくつかありますので、まあ、それが、説明されています。でマニュアルとなっていれば、まあ、一通り、その専門家の人が手作業で全部文献調査通して、アノテーションしていると、まあ、例えば人、まあ、HSA のコードで表現されているものですが、まあ、これを、まあ、クリックしてもらうと、まあ、ここにマニュアルと出てくるということですね。なのでマニュアルとなっていれば、まあ、人でのアノテーションですよということになります。で、あのコアラって書いてあるパターンがあります。これは、まあ、Search ベースの自動ツールによるアノテーションと、まあ、なっていますが、あの Search っていうのはあの聞き慣れない言葉かと思いますが、あの配列の相動性を検索するためのソフトウェアの名前で、まあ、ブラストっていうのは聞いたことある方もおられるかと思うんですが、そのブラストをより精度を高くしたようなものになります。まあ、それでまあ検索しましたよというのが、まあこのコアラの特徴ですね。で、まあ、ブラストコアラとかゴーストコアラっていうのは、まあそれをさらに高速に行うようなものなんですが、まあ、これらのそのアノテーションのレベルがまあいくつかありますよということになります。で、まあ、実際ですね、まあ、この HSA をクリックしてもらうと分かりますが、まあ、ここにマニュアルとなっているというのを皆さんの手元でも確認できるかと思います。あの、まあ、この場合、まあ、人の場合特にあの一番最初の頃からデータベース化が進んでいますので、まあ、非常にたくさんのデータが登録されていますし、まあ、それを専門家が手作業で行ってきたというような意味になります。まあ、こういういろんな生物種のデータが登録されているということになります。で、それに加えてですね、データベースリストというのがあります。あの先ほどのケッグオーガニズムのページのこの上に書いてある部分ですけれど、ゲノムスというのは、主に NCBI のレフセック全バンクっていうアメリカのデータベースに登録された、ゲノムが決まっている生物種の、ゲノムの情報ですよということになります。で、スピーシーズっていうのは、異株、異なる株を一つにまとめたもので、ジーナスとか、ドラフトゲノムだとか、メタゲノムだとか、複数
定義されているっていうようなものが、まあ、一応 KEG では分類されているということです。これも先ほどのページに戻ってもらって、まあ、ここの部分ですけれど皆さんもお手元で確認できるかと思います。で、まあ、本命というか、まあ、メインのその KEG パスウェイですけれどまあ、それをまあこれから見ていきましょうということです。で、まあ、一番そのトップページの上に検索ボックスがありますので、まあ、ここではリジンバイオシンセシスっていうのをまあ検索していますが、まあ、こういうこう、まあ、あるいはグライコリシス等の生命現象のキーワードを入れてもらってサーチすると、まあまあパスウェイを見ることができますよという話になります。で、まあ、実際やってみますと、まあ、トップページっていうのがこの一番最初のここの部分ですね。で、ここでここかな、まあ、検索するとこういう感じの画面が出てくると思います。ちょっとまだレスポンスが遅めですけれど、で、まあ、リジンバイオシンセシスを検索していますので、まあ、一番トップのここの部分に、まあ、まさにそのリジンバイオシンセシスとなっていると思います。で、このマップ00300というところにリンクがありますが、まあ、これがそのリジンのバイオシンセシスのマップにつながっているということになります。まあ、なのでここをクリックしてもらうと、まあ、こういう形で、まあ、パスウェイのマップの情報が、出てきます。まあ、ネームがそのリジンバイオシンセシスになってますが、まあどういうクラスに属してますかというようなクラスの情報、階層カテゴリーですね、まあ、そういうものと、まあ、パスウェイマップそのものと、まあ KEG が定義しているモジュールという単位もありますので、まあ、それの詳細の情報とか、あとはまあ何かしら病気に関連があるんであればこういうディジースの項目にもリンクがあったりします。まあ、これらの情報の元になっている文献の情報とかも、まあ、こういう形でたくさん出てくる感じになっています。で、まあ、今回はこのパスウェイを見たいので、ここのパスウェイマップの横にあるマップ00300をクリックしてみましょう。一応出てきたのがこのようなマップになります。で、これ今のところ単に先ほどの、最初の方に説明した、まあ、このボックスと丸と矢印の関係ダイアグラムで表現された、まあ、代謝系のマップということになります。で、まあ、この資料でいうと、まあ、ここですね。この色のついてない、まあ、白い、まあ、ダイアグラムが、まあ、その専門家が手作業で文献ベースから作成した、まあ、リファレンスパスでリファレンスマップというような形で呼ばれているものです。で、これに対して、まあ、いろんな情報をマッピングしていくっていうような形になります。で、まあ、もう一回説明するとボックス白いこの箱ですね。KEGの場合酵素番号が書いてありますが、まあ、この箱が遺伝子とかタンパク質を表していて、まあ、丸が代謝産物化学物質ですね、まあ、あるいは環境物質みたいなのも含む化合物です。で、まあ、こういうその図形の説明ですけれど、まあ、ヘルプから見れますよと言っていますが、この右上のこのヘルプを押すと、まあ、一応どういう定義かというようなことが出てくるかと思います。でですね、この続きが、まあ、好きな生物のパスウェイを見ましょうということになっています。で、今の画面上でですね、ここにリファレンスパスウェイってなってる部分があると思うんですが、この部分に、からいろいろ選んでいってマッピングしていくというふうになってます。
ここでちょっと説明としてはリストが多くて選びにくいので、まあ、いくつかその絞り込みの仕方がありますよということを説明しています。で、例えばですね、このリファレンスパスウェイを選んでもらうと、ここにたくさんの生物種の名前があって、まあ、これだと非常に多すぎて分かりにくいということなので、まあ、このセットパーソナライズドメニューっていうのとか、まあ、セットビローバイアルファベットっていうようなものを、まあ、選びつつ、好きな候補の生物種を、まあ、選択するというような感じになるかと思います。どこだっけ。で、まあ、まあ、どれでもいいんですが、仮になんか適当に選んでもらうとですね、でこの GO っていうのを押すと、まあ、その生物種においてマッピングされます。でこの場合ですね、たまたま選んだのがこの生物種、僕はあまりこの生物種自体どんなものかわからないですが、この生物種のゲノムの中にあった遺伝子っていうのがここの緑で表されるものでマッピングされたということです。つまりこの場合、これが L アスパルテイトなので、まあ、アスパラギン酸ですか、そこからまあ代謝が進んでいきそうな感じが見て取れるということになります。こういう形でですね、いろんな生物種の、まあ、マッピング状況を見て、まあ、実際代謝が起きるかどうかっていうようなことを、まあ、確認することができるというようなものです。で、この続きとしてですね、別のアプローチと書いてありますが、今さっきリジンバイオシンセシスというところから始まって、まあ、パスウェイを見ましたが、もともとですね、まあ、こちらだと医科大ですので、まあ、人のゲノム等を見ることが多いんじゃないかと思いますが、まあ、最初から人をターゲットにするんであれば人を選ぶということができるという部分になります。まあ、種とか属とかで、まとめたパスウェイ等を、このままだったら今の形だと選びづらいので、まあ、生物種のリストから選択していきましょうというのがここになります。で、ですね、一旦戻ると、このケッグオーガニズムスのところに行って、この、例ではですね、まあ、大腸菌を選んでますので、この ECO ですね、エシェリキアコーライですので、まあ、大腸菌は ECO っていう文字コードで、3文字コードで呼ばれていますが、まあ、ここを選んでもらうという形になってます。なので、まあ、ちょっとこれ大きいので検索してみますが、大腸菌はこれですね。で、まあ、ここで大腸菌を選んでもらうと、ここからは、エシェリキアコーライの K12MG1655 株のゲノムベースで、データが見れますよということになります。で、パスウェイを見たいので、ここのパスウェイマップを選択すると、で、まあ、そうすると、まあ、こういう形でいろんなパスウェイが、まあ、出てきます。で、まあ、さっきはですね、リジンバイオシンセシスを、まあ、見ていましたので、同じくリジンバイオシンセシスがどこかなと探してもらうと、まあ、ここにあります。まあ、検索してもらったらすぐ出てくるかと思いますが、このリジンバイオシンセシスをクリックしてもらうと、まあ、こんな感じになってます。まあ、大腸菌だと、さっきのちょっとよくわからない生物種の時よりかは遺伝子の種類が多くなっていて、まあ、ここの端っこまで代謝が進んでいると、まあ、ここのリジンまで、実際合成が進んでいるというようなことがわかるかと思います。まあ、こういう形で、まあ、パスウェイマップを見ていくっていうようなことが、まあ、できますよということになってます。で、まあ、これがそういうことですね。で、まあ、ケッグにしろ他のデータベースでも同じなんですけれども、どうやってパスウェイをその生物種のパスウェイを調べるかというのが、まあ、ここにちょっとまとめたもので、まあ、リファレンスパスウェイと、まあ、生物種ごとのパスウェイの関係となってますが、まあ、文献等でこういう酵素反応があると
分かると、まあ、ある化合物から別の何かしらの酵素で別の化合物に触媒されますよっていう、こういう関係が、まあ、あのパスウェイマップの一つの要素として定義できるということになります。でこの時に、このまあここを触媒する酵素がこの文献では人の遺伝子の、まあ、こういう ID がついている遺伝子でしたよということが分かるわけですが、まあ、この遺伝子の配列からオーソログというものを考えます。まあ、共通祖先が同じだったとされる、まあ、配列相同性が非常に高い、まあ、グループですね。つまりこの人ではこの遺伝子の ID で配列を持っているわけですけれども、これだと酵母ですけれど、酵母でもほとんど同じ機能を持つと思われる、相同性の高い、まあ、遺伝子配列というのが、まあ、見つかります。まあ、大腸菌でも見つかります。まあ、こういうのが一つ そのグループになって同じファンクションをする、まあ、オーソロググループというもので定義されているわけですね。まあ、そうすると、まあ、何がわかるかというと、まあ、人の場合はここの部分を触媒するのはこの遺伝子だということなんですが、まあ、同じオーソログであればファンクションが同じだと、まあ、一応仮定されていますので、まあ酵母でもここがあると、大腸菌でもこのオーソログを持っていればこの酵素があるというふうに、まあ、推測できるという考え方で、ゲノム配列が一応決まると、その生物種が持っているオーソログが、まあ、配列相同性から全部予測できることになりますので、ある生物種のゲノムが決まるとどのパスウェイがあるかないかというのがおおよそ判断できるようになるというような考え方になっています。まあ、これに基づいて先ほどのバイオサイクとかも同じですけれど、いろんな生物種の、パスウェイを、まあ比較したりすることができるようになるということです。では、まあ、他にもオーバービューマップっていうものを見てみましょうというようなことを続きになっていますが、これはですね、ケッグパスウェイの方に戻ってもらって、まあ、オーバービューパスウェイというのはここの一番上ですね、グローバル&オーバービューマップというところにあるこの部分をクリックしてもらうとオーバービューマップが見れます。ちょっとデータが大きいので、まあ、重たいんですけれど、まあ、資料にあるようなちょっとカラフルな大きなマップが出てくるはずなんですが、まあ、若干重たいですね。まあ、一応資料を見てもらうと、まあ、そういうのが出てくるというのが分かるかと思います。で、ちょっとなかなか終わらないですね。資料通りに行く、ここじゃないとですね、まあ、ケッグ2っていうところをクリックしたら、まあ、ここに来ます。でケッグパスウェイっていうのがあるので、まあ、ケッグパスウェイに行ってもらうとこういうのが出てきます。資料の通りにやると、まあ、ここに行きますが、資料で言うと、まあ、ケッグアトラスっていうリンクもありますよと説明されていますけれど、ここのオーバービューマップのメタボリックパスウェイを、まあ、見ましょうという形になっているかと思います。ケッグアトラスというのはこのオーバービューマップ、これですね、出ました。これを見るためのツールではあるんですけれども、まあ、ちょっと違うブラウザではない形でいろいろこうまあ、やり取りしながら見れますよというようなツールです。まあ、そちらを使ってもらっても同じような絵は見れるんですけれど、まあ、こちらではブラウザ上でこの大きな、オーバービューマップっていうのを見ることができるようになっています。でようやく出ました。この左側にはケッグが定義している機能単位であるモジュールっていうのを見れるようになっていますので、まあ、これを見てもらうこともまあできるようになってます。例えばこれをクリックすると、
このセントラルカーボハイドレートメタボリズム、ちょっと切れて見づらいですけど、このセントラルな部分がこの今ちょっと太線になって強調されている部分ですが、この部分がそれですよというようなことが分かるということです。で、例えばこのプルダウンメニューのところから、生物種を選ぶと、それのマッピングが見れるわけですが、例えばホモサピエンスを選んで、GO としてもらうと、ヒトゲノムの先ほどのそのオーソログに基づいたマッピングをこのオーバービューマップ全体でやったときに、どうなるかというのが見れると思います。ちょっと時間かかりますけれど、なかなか反応がないですね。ちょっとこれ待ってられないので、続きを、いきますと、次はですね、人の疾患パスウェイマップを見ましょうという項目になってます。結局にはですね、このがんとか免疫系疾患とか神経変性疾患とか、いくつかその病気に関係のあるようなパスウェイっていうのが登録されていますので、そういうのを、見ることができますよというのがここからのセクションです。好きな疾患パスウェイというとなんとなくちょっと言葉が変かもしれないんですが、どれでも好きなものを選んでくださいという意味で、この、パスウェイのページにですね、いろんなこの疾患の名前があるかと思うんですけれども、そこから選んでもらうとその疾患のパスウェイも見れますよというような形のものです。で、これはまだ終わらないので、ケッグパスウェイの中に行ってもらって、で下の方にですね、ヒューマンディジーズっていうのがあるかと思います。こうセクション番号で言うと6になってますけれど、ここから、いろいろ疾患ごとのパスウェイがありますので、それを見てもらいたいということです。例では、大腸がんですので、このパスウェイマップを示しています。で、結局で大腸がんの その疾患パスウェイというのはこういう感じの、シグナル伝達系を中心とした、パスウェイマップが登録されているというようなことが、見てわかるかと思います。で、続きに行くと、このプルダウンメニューからこの、ホモサピエンスヒューマンプラスディジースドラッグっていうのを、選んでみましょうとなってます。そうすると、最終的にはこういう絵が見られるかと思うんですけれど、ピンクのボックス、ピンク色の色がついているボックスっていうのは、疾患の原因因子になりそうだと一応思われている、文献上そういうふうな定義になっているようなものをピンク色の色がつくっていうことと、このライトブルーってなってますが、ブルーのボックスは、医薬品のターゲットになりうるとされているような、分子が、青色で表現されています。そういうのを、この一つの代謝マップで見ることができるというのが、ケッグの特徴の一つになってます。で、実際それをやるのに、ここのプルダウンメニューのところですが、ヒューマンの1個下に、先ほどの資料にある、ホモサピエンスプラスディジースドラッグというのがあります。で、これを押してもらうと、資料にあるような形の、絵が出てきたかと思います。ピンク色と、ブルーとで色付けされていると。例えばこれだと、青の色しかついていませんが、この真ん中ら辺には青とピンクと両方が色がついていると思います。つまりこの辺はその原因因子であるとされているとともに、医薬品のターゲットにされている部分だということがわかるかと思います。先ほどのグローバルマップようやく出始めてますが、まだちょっと時間かかりそうです。ちょっと飛ばして続きに行きたいと思います。
まあ、これ大腸がんのこういうパスウェイ以外でも同じことができますので、まあ、特定の疾患であるとか、まあ、興味のある疾患を選んで見てもらうといいんじゃないかと思います。で、次ですが、まあ、主観比較っていうこともできますよということになってます。ここではですね、まあ、非病原性の大腸菌と、病原性の大腸菌を比較するということを例に挙げています。まあ、ここのリンクはKEG2 のリンクですので、まあ、そこに行ってみましょう。戻ってここですね。で、KEG ゲノムのリンクをクリック、この画面とスライドと同じようにこの KEG ゲノムというところを、クリックしたいと思います。ここですね、真ん中にありますが、この部分KEG ゲノムをクリックするとこのようなページに行きます。で、その真ん中ら辺にですね、KEG マッピング for ゲノムコンパリソン&コンビネーションというのがあるんじゃないかと思います。ここで言うとこのここですね、この部分が KEG マッピング for ゲノムコンパリソン&コンビネーションと。で、ここの中に先ほどの、まあ、KEG で使われている生物種コードを、まあ、入れるということになっています。で、通常の非病原性大腸菌は、まあ、ECO だと最初の方にもちらっと出てきましたが、で、病原性大腸菌 O15 なのですが、まあ、それの代表的なものの3文字コードが ECS として登録されていることになっています。これはさっき言うのは KEG オーガニズムズのページで見てもらうと、まあ、これが分かるんですが、まあ、これをとりあえず現状では比較しましょうという話です。で、まあ、これを入れてもらってこの GO の部分を押してもらうと、まあ、こういう画面になるかと思います。で、入力した、まあ、ECO っていうのがこのエシェリキア・コーライ K12 の MG1655 ですよということが認識されていて、ECS っていうのは、まあ、その O157 の境株っていうやつだということが正しく認識されています。で、この状態でこの上のパスウェイマップというのを選んでもらうと、いくつか、パスウェイのリストが出てくるかと思います。で、まあ、どれでもいいんですけど、まあ、好きなパスウェイを選んでもらうと、まあ、それを比較したものが出てくるということになります。まあ、例えば、例では TCA サイクルですかね。で、まあ、少々待ってもらうと、なかなか皆さんと一緒にやるとちょっとレスポンスが遅い時がありますけれど、もう手元で見れてる方はそれで問題ないと思います。あとは、まだ見れてない方は資料の方を見てもらうか、ちょっとまあスライドに戻しますが、まあ、この右下にあるような形で、色が分かれた緑とピンクの色がついた、パスウェイマップが出てくると思います。で、まあ、この前者が持っている遺伝子が緑、後者が持っている遺伝子がピンクということですので、前者は非病原性の方ですね。で、後者とされているのはまあ病原性の方ですので、病原性と非病原性で、持っている遺伝子がまあ出てますが、もう少なくともこの TCA サイクルはまあ全部両方持っているということがこの絵を見ると分かるかと思います。で、まあ、オーバービューマップみたいなものを見てもらうと、まあ、全体でどっちがどう持ってるかというのも見えるかと思います。でですね、まだ出ないですね。ちょっと一つ戻って、その次の話だと、それのバクテリアルシークレーションシステムマップと、03070ですね、この次、この、03070のこの、まあ、バクテリアの分泌系のパスウェイマップを見ましょうということになってます。一回こっちを見てみましょう。
検索すると、まあ、このエンバイロンメンタルインフォメーションのところに分類されているこのシークレーションシステムというのがあります。でこっちも、まあ、若干複雑な色付けをしているので時間かかってますが、あ、まあ、出てきましたね。こんな感じで出てくるというふうに見れたかと思います。あのお手元の資料にもここの部分が印刷されているかと思うんですが、これを見るとですね、あのこのタイプ3っていう方はピンクの色しかついていませんが、タイプ1の一部、タイプ2のほとんど等は両方の色がついているということで、この特にタイプ3が病原性の O157 だけが持っているということがわかるかと思います。タイプ3っていうのはですね、まあ、ここの部分ですね、この形の、まあ、シークレーションシステムを持ってるっていうのが、まあ、このあれですね、病原性に関係してるんじゃないかということが、まあ、こういうパスウェイレベルから見ても、まあ、一応読み取れるんじゃないかということの、まあ、例となってます。でもう一つその次の例が、さらに、パソジェニックエシェリギアコーライインフェクションっていうパスウェイが、まあ、あるので、どこだ、それを検索してもらってここですね、インフェクシャスディジーズバクテリアルっていう項目の中にパソジェニックエシェリキュアコーライインフェクションっていう、まあ、パスウェイが入ってると思います。これを見てもらうと、まあ、こういう形でピンク色の色しか、まあ、ついてない状態で見れるかと思います。でピンク色っていうのが、まあ、先ほどの病原性大腸菌 O157 の方の、まあ、マッピング結果となりますので、まあ、とりわけこの、まあ、パソジェニックな大腸菌感染っていうパスウェイについては、実際ですねゲノムレベルで調査してもこういう病原性の方の、まあ、遺伝子しかマッピングされないということがここでも確認できるかと思います。まあ、これがそれですね。で、まあ、続いてですね、あの同じ主観比較でもですね、もう少し違う見方の主観比較で、まあ、アブラムシとブンフネラって書いてありますが、あの、まあ、アブラムシに共生している微生物の共生関係を、まあ、パスウェイで見れますよということを、まあ、実際やってみましょうということです。で、まあ、アブラムシが API っていう、まあ、3文字コードで KEG では管理されていて、まあ、ブフネラは BUC というふうになっています。先ほどと同じように今この2つを比較しましょうということです。ですので、戻ってここに、API と BUC をまあ入れて検索すると、この API がアブラムシの方ですね、で、BUC がブフネラっていうものですっていうのがまあ認識されてます。で、まあ、パスウェイマップを見ると、まあ、例では、00290の、まあ、バリンのアミノ酸系のパスウェイマップ、これですね、バリン、ロイシン、イソロイシン、バイオシンセシスを見ていますので、まあ、これを見てもらうと、まあ、これも若干遅いですね。あの、まあ、出てくる結果はこのスライドにあるようなものですけれども、あの、まあ、色のついているつき方がさっきの大腸菌との、病原性と非病原性の TCA サイクルのように両方持っているわけではなくて、まあ、ここですと、あのブフネラが持っているものとアブラムシが持っているものっていうのが、まあ、相互補完されてますよというような感じに見えるかと思います。で、まあ、あの共生していますので、まあ、そういうのもこういうパスウェイマップで一応見れますよという具体例ですね。まあ、ちょっと遅くて返事がないのでこのまま先に進みますが、
同じくですね、そのブフネラアブラムシの関係をオーバービューマップのリンクで見ると、まあ、こういう感じに見れます。で、両方持ってる方っていうのが共通になってて、この青い色で表現されていますが、まあ、それぞれのものと共通のものとお互い補完し合って代謝系が成り立ってるっていうのが、まあ、見て取れるんじゃないかと思います。まあ、ケッグのパスウェイの場合こういう使い方もできるという例です。で、次に、まあ、サンプルデータのマッピングとしていますけれど、実際はですね、皆さんの、まあ、実験結果としてのデータをマッピングするということができるんですが、まあ、ここでは、まあ、例としてサンプルのデータ、ケッグが提供しているサンプルのデータを使いたいと思います。で、まあ、ケッグにはまあ、いろんな遺伝子リストからパスウェイのマッピングするツールがありますよということなんですが、それを総称してケッグマッパーとケッグではまあ呼んでいます。でこのケッグマッパーの中で、まあ、いくつも機能があるんですけれど、まあ、今回は、まあ、この URL から言ってもらうと2番目にあるサーチ&カラーパスウェイっていうのをまあ選ぶと。で、まあ、そこで、マッピングをするっていうことを試してみたいと思います。でケッグマッパーもケッグからいきますので、例えば最初からいくとですね、ケッグで検索して一番上で、で、まあ、ケッグ2に行ってもらって、このケッグツールズっていうところに、ケッグマッパーっていうのがあります。URL を直接入れてもらってもいいんですが、まあ、こういう形で探していってもらってもケッグマッパーに行けると思います。で、今回はこのパスウェイマッピングツールズの、上から2番目サーチ&カラーパスウェイ、ここの部分ですね、これをまあ使いたいと思います。でそうすると、まあ、こういう画面が出てくると思います。でここにまあちょっとスライドの方にもいろいろ書いたんですが、まあ、どういうデータベースを使うかとか、まあ、どの ID で検索するかとか、いくつか選択する要素があるんですけれど、今回はですね、ここの、まあ、サンプルデータとしてエグザンプルに入っているものを選ぼうと思います。で例えばエグザンプルでこのホモサピエンスパスウェイっていうのを選んでもらって、エグゼックというのを押してもらうと、まあ、そうするとまあ、このいくつかそのさっき入力した遺伝子がマッピングされたパスウェイが出てきます。で、まあ、一番上をとりあえず見てみると、まあ、この場合ですね、人のパスウェイを検索しているので緑の部分っていうのは人のゲノムから推測されて、まあ、あると思われた部分です。で、まあ、この赤色の部分ですが、これが今検索したものになります。まあ、こういう形で、検索の中に入れた、ですね、まあ、入力にここに入れたこの7167っていう遺伝子が、遺伝子の ID ですね、ケッグでの ID ですけれど、まあ、これが検索されて、まあ、色がつけられたということになります。で、これをですね、もうちょっと違うやり方をしましょうというのが次です。まあ、チンパンジーの遺伝子をマッピングしてみましょうというのがまあ例にあります。まあ、ここではテキストボックス、ここの中に、まあ、これを入れてくださいと言ってます。ちょっとコピー&ペーストできないですけど、まあ、入力してもらうとそれを検索することができるようになります。で、実際ですね、ここの部分を元に戻して、まあ、ちょっと今全部コピーするとあれですが、453039を赤でとか10400384をまコーラルなカラーでというような形で入力しましょうというような形になってます。ちょっとこれをこちらではコピペしますけれど、
ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。皆さんちょっと手入力になってしまって申し訳ないですが、まあ、何かしらこういうのを入れてあげると実際にマッピングができます。で、まあ、これを入れた後ですね、チンパンジーの行動を探さないといけないわけですが、このオルグのところを、まあ、押してもらうと行動を探すモードが出てきます。で、チンパンジーなので、まあ、検索ワード入れてもらったら、まあ、インクリメントサーチっていうので、まあ、順番にサーチされて、これがチンパンジーですね。これを選んであげてセレクトすると、まあ、ここにチンパンジーの PTR というコードが入力されます。で、まあ、この状態で、エグゼックということをやると、まあ、こんな感じで出てくると。で、まあ、この遺伝子でマッピングすると、まあ、このように色付けすることができてます。で、今はですね、複雑な色付けができますよという例としてちょっとこのいろんな色の付け方を試してみました。なのでそれぞれ特に意味のある色付けではないんですが、この内側の色、外側の枠の色、とか、まあ、そういうのをいろいろ指定できるっていうようなことが KEG ではできてます。まあ、こういうのをもしプログラムとか、まあ、例えば Excel でちょっと複雑な形で処理するっていうようなことができれば、まあ、こういうことも独自のデータセットで実現することができるということになります。で、まあ、次実際の数値データ、例えばマイクロアレイであるとか RNA-seq、 トランスクリプトーム、プロテオム、いろんなそういうオミクスのデータで、まあ、各遺伝子やタンパク質の連続値での発現レベルであるとか、そういうデータが得られるかと思います。でそういうのをマッピングした時にどんな感じかっていうのを、まあ、サンプルデータでですけれども試してみましょうというのが次です。で、今度はですね、このカラーパスウェイっていう、もう一つの方の、ツールを使います。まあ、URL はここになってますけれど、先ほどの KEG マッパーのところからリンクをたどってもらえればいいかと思います。で、まあ、このカラーパスウェイのところだと、まあ、ここのエグザンプルにニューメリカルバリューというカラーという、まあ、エグザンプルがありますので、まあ、それをちょっと試そうということになります。で、このカラーパスウェイ、 KEG マッパーのこの3つ目のカラーパスウェイというのを選んでもらいます。で、今のスライドの例だと、この真ん中のニューメリカルバリュートゥーカラーっていうのを選ぶと、まあ、自動的にこういう値が入力されます。で、今回マップするパスウェイをこの HSA-05200 というパスウェイマップに限定されていますが、まあ、こういうここにこのデータをマップするということをまあ行います。で、まあ、エグゼックを押してもらうと、このちょっと大きいですけれど、こんな感じでですね、緑のところはもともと人が持ってるとされるもので、今黄色と、まあ、ちょっと赤色と、あるいはちょっと薄い黄色もあったかと思ったんですが、まあ、このように色の、濃淡で、この数字の大きさを表現する形でマッピングするっていうことの例がここにあります。実際ですね、この場合ここの一番上の678っていう数字が大きいので真っ赤になっていますが、まあ、実際皆さんの実験データとかだと、まあ、もうちょっとばらついてるんじゃないかと思います。まあ、こういうここにですね、まあ、そういうのを入れてもらうと、そういうマッピングも可能になるということです。で、マッピングの仕方として、今のは色をつけたんですけれど、この色のつき方を 3D グラフで見るっていうやり方もまああります。で、このニューメリカルバリューというグラフっていうのを、まあ、選んでもらって、
エグゼックってするとそういうモードになるはずだと思うんですが、よいしょ、なんか正しく動いてないですね。ちょっと待ってくださいね。グラフを選んでこれをエグゼックすると、動かないですね。皆さんのところではちゃんと動いてますかね。この間やった時には動いたので、ですね、どんな感じになるかというと、この右側にあるような形で、これがその678の値を持っているのですごくバーが高くなってますが、他のマッピングされている要素はこのバーの高さが低いというような形の 3D の絵として、見れます。で、これマウスでぐりぐり動かすことができますので、いろんな角度から、その状況を見ることができますよというような、こういう機能も一応実装されているということになります。で、続いてですね、ケッグデータベースにはない遺伝子のマッピングという項目に移りたいと思うんですけれど、今まではですね、基本的にはケッグのそのサンプルデータであるとか、すでにゲノムが分かっている生物種の、ゲノムをもとにマッピングをするというようなことを、行ってきました。ただですね、実際のところは各実験条件で取られたオミックスのデータをマッピングするっていうことが多いと思います。でその時にあるいは、ケッグにないような人とかマウスとか代表的なゲノムではない生物種ではないものを、から取られた、データをマッピングするっていうようなことも、想定されるかと思います。でそういう時にですね、使えるツールとして、このカースって呼ばれているツール、あるいはブラストコアラやゴーストコアラっていう最初の方にアノテーションで自動アノテーションですよと言ったようなもの、この辺が利用できるというのが、ケッグの中に入っています。で今回例としてはこのカースは使わないんですが、ちょっと時間がかかるからということもあって、こっちは使えませんが、こちらの、ブラスト系の方で、例として進めていきます。で、その元になっている考え方は基本的にはよく似てるんですけれど、このカースっていうのがブラストとかゴースト X、ゴースト Z っていうような、ホモロジー検索の、ツールを使い分けて、オーソログを、推定するっていうようなことをするためのツールになります。で特徴としてはこの双方向ベストヒットっていうような、考え方でオーソログ、同じ遺伝子かどうかっていうのを、推定するというようなのが、このカースのやり方です。で、ブラストコアラとかゴーストコアラって言ってるのはそれと似てるんですけれど、この両方向ではなくて片方向の計算、あるいは、データベースが圧縮されてるっていうようなことで、カースをやるよりかは、だいぶ早く終わるというような感じのものになっていて、いずれにせよですね、入力する配列に対して、どういうオーソログ遺伝子なのかっていうのを、ケッグで使うための ID も含めて、自動でやってくれるというような類のものになります。で、ここではですね、スライドに書いてあるブラストコアラを使ったパスウェイマッピングっていうのを、試してみたいと思います。で URL はここに書いてあるものですけれど、ケッグのページからも、いけると思います。戻りまして、ここの、ケッグ2のページのこのツール、先ほどのケッグマッパーのちょっと下にブラストコアラっていうのがあるかと思います。でこれをクリックしてもらうと、こういうページが出てきます。そこでですね、エグザンプルの、シーケンス .txt っていうのを、コピー&ペーストするか、ダウンロードしてファイルを選択するかっていうのをどちらかで、試してもらうと、動くんじゃないかと思います。で、エグザンプルがどこだったっけな、ここですね、
このケッグマッパーがあったところから、これの、この下にあるアノテーション、アノテートシークエンスのところですね。すいません、ちょっとここから行ってもらうとこのページに行けると思います。で、このシーケンステキストっていうのが、これちょっと大きな配列情報になっていますが、例えばコピー&ペーストすると、これをコピーしてここのテキストボックスにペーストしてくださいという形になってます。で、このファミリージーナスっていうところを押してもらって、お、なんと、なぜか動かないですが、ここを入力してもらうと、ですね、計算ができるはずなんですが、なんで動かないんだろう。なぜかちょっとケッグの方の調子が悪いのか、僕のブラウザの問題かちょっとよくわからないですが、ここが動かないので、スライドの方だけでちょっと説明します。ですね、今シーケンステキストを取ってもらって、ペーストしてもらったらこんな形になります。で、ここに、どの生き物の、かっていうのを入れてもらうことになってたんですが、それをここのファミリーを選んでもらう、どこの生物種群を検索するかっていうのを選ぶために、ここにキーワードを入れるんですが、それをここを押してもらうと、本当はこういう画面が出てきて、ブフネラを検索したいので、このコードを入れるっていうようなことをやりたかったんですが、ちょっと動かないので、それをやるとですね、もし皆さんお手元でちゃんと動いてたら、こういう感じの、計算中のこういう画面が出てくるかと思います。これが出てきてですね、ケッグのサーバーの方で、順次計算が進んでいくと思うので、数分、3分ないし5分ぐらい待つと、結果が出てきます。で、計算結果が出てくると、こういう感じの画面が出てきます。で、この下の方にですね、いくつかリンクがあって、実際マッピングした結果が得られるんですが、この上の方にあるこの部分っていうのが、その入力した配列の、アノテーションの大まかなカテゴリー分布になってます。いわゆるゲノムの論文とかを見ると、このゲノムはこういうファンクションの分布になってますというような感じのパイチャートが、よくあるかと思うんですが、それに準ずるようなものですね。今の場合だと、548配列をアノテーションしたと。で、こういういくつかのカテゴリーに、こういうふうに分布してますよということが分かります。で、この、こういう機能の分布になっているものを、パスウェイで見たときには、このリコンストラクトパスウェイっていうのを押すと、そのパスウェイのリストが出てきて、それぞれのパスウェイを見ることができますと。例えば、メタボリックパスウェイって全体のやつだと、こんな感じになりますよというのが、見れるかと思います。一応ですね、こういうのが見れる予定だったんですが、ちょっと動かないのでスライドで省略してしまいましたけれども、ケッグとしてはこういういろんなパスウェイのデータベースがあって、各自そのオミクスのデータをマッピングして、どういう部分が、あるとかないとか、あるいはどういう、パスウェイが発現が上がってるとか下がってるっていうのを、できる限り、一目で分かるような形のデータベースというような形で構築されているというものになります。で、一応ケッグの、ケッグパスウェイの、紹介の部分というのもここまでで、この続きあとちょっと30分弱ですけれど、プロテオムデータベースも紹介するということですので、プロテオムの方を、ちょっとご紹介したいと思います。で、プロテオムデータベースの紹介するんですが、先ほどの事前アンケートの話
を少ししたかと思うんですけれど、まあ、事前アンケートでも、まあ、数名の方がプロテオームのデータを使っているというようなことでしたので、実は大半の方はあんまりプロテオームをされてないかもしれないんですが、まあ、ちょっとプロテオームデータベースについてもご紹介したいと思います。で、まあ、プロテオームデータ、まあ、タンパクの全体の部分ですけれども、こういうものを閲覧するデータベースはいくつかあるんですが、そのプロテオームのプロテオミクスの性質としてペプチドの検出っていうのがベースにあるので、このペプチド配列を検出する手法によって大きくは2つあると思います。で、今一応主流とされている質量分析マススペクトロメトリーがベースになっているような解析手法で、そういうデータを集めたようなデータベース、ここではプロテオミクス DB と、ヒューマンプロテオムマップっていうのを出してますけれども、この2つは2014年に、人の、ドラフトプロテオムマップという形で、それぞれ違う研究グループがやってるんですが、両方ともそのネイチャーに論文が出ました。その論文の元になっているデータをデータベース化したというのが、このプロテオミクス DB とヒューマンプロテオムマップということになります。どちらも質量分析系のデータを大量に集めてデータベース化しているので、中身自体は非常に似たような部分がありますが、それぞれ違うやり方で行われていると。もう一つ、その抗体を使って、タンパク質を検出するっていうようなアプローチで、いわゆるプロテオームをやっているグループもいますので、そういうデータを集めたのがこのヒューマンプロテインアトラスというようなものになります。で、大きなデータベースっていう意味ではこういうのが有名どころなのでちょっと挙げておきました。で、私自身が関わっているプロジェクトのこともあるんですが、こういうデータを集めたものと、そのデータの元になっている、データ生データを保存するようなリポジトリデータベースっていうのもあります。で、通常はですね、DNA の解析、次世代シーケンサーとかもそうですが、そういうのと同じで、論文化するときには、大体そのレポジトリデータベースに生データを登録しましょうと言われるかと思うんですが、プロテオームをやってる部分でもリポジトリデータベースに登録しましょうというような形で推奨されていますし、ジャーナルによっては強制的に正しく登録しましょうというようなぐらいのレベルにはなりつつあるというのがプロテオームかなと思います。で、実際ですね、プロテオミクス DB から少し見ていきますが、URL はこれです。プロテオミクス DB って検索したら一番上に出てくると思います。で、網羅的なヒトプロテオームのデータ分析をしたものになってます。で、ちょっと綴り間違えましたけど、 Google は賢いので一番上にプロテオミクス DB が出てきた感じです。で、これをクリックしてもらうと、スライドで印刷したのと同じような感じでこういう画面が出てくるかと思います。で、例としてはこのヒューマンプロテインのところを押してくださいとなっています。で、どんなプロテインが検出されているかというのが、これで全体が出てくるんですけれども、検索してやるとそれぞれのタンパク質に合ったものが出てきます。例えば、ここでは APC を検索してみますっていうような例になってます。大腸がんの、原因変異をよく受ける遺伝子として有名なやつですけれども、こんな感じの、検索結果で、たくさん出てくるんですが、一番上のやつをクリックすると、その APC タンパク質の、質量分析で得られた情報が、一通り見られると。で、ドメインがこんな風になってますというようなことと、どの部分に、これだと、翻訳語修飾がどういうところで検出されているかっていうのが見れます。紫がリン酸化で、緑のこれが
湯引き沈下とか、まあ、そういうのが、まあまあ、質量分析の結果ですので、まあ、こういう、翻訳募集職等も分かるようになると。で他に例えばこのシーケンスカバレッジを見ますと、まあ、全体で2800ぐらいのアミノ酸長になってますが、この赤い色がついているところが全て検出されたペプチド領域ですので、まあ、ほぼ全体をカバーしてきれいに検出されているというのが分かるかと思います。であと例えば、まあ、エクスプレッションなんかを見ると、まあ、こんな感じでですね、どういう臓器でどれぐらい発現しているかっていうのが少なくともこのデータベースではこうですよというのが、まあ、棒グラフと、まあ、実際の絵として表現されています。で、まあ、こういうデータがこのプロテオミクス DB ではまあ一応登録されていて誰でも見ることができるようになっています。で、まあ、このデータを解析しようと思いますと、このアナリティクスというところをまあ押してもらうと、まあ、いくつかアイコンが出てきます。まだ開発中のデータベースで使えない機能もいっぱいあるんですけれど、例えばこの左上の、まあ、このクラスタリングとかヒートマップの絵が書いてあるところを押してもらうと、まあ、こんな感じの画面になります。でこの枠の中にですね、タンパク質名をまあ入れます。何でもいいんですけど、先ほどの、まあ、APCで、KRAS みたいなのを仮に入れるとそれの結果がまあ返ってきます。キーワードで検索しているだけですので余計な他の部分も出てきてますが、例えば、まあ、APC と KRAS だと、まあ、こんな感じのものが出てくると。で、まあ、これを具体例に書いてあるスライドに書いてあるやつだと、何だったかな、ラスが2つとマップ 2K1 とマップ一応こんな感じの具体例にしましたが、まあ、これの結果だと、まあ、こういう結果になる、まあ、お手元でもこんな感じの結果が出てるんだろうと思います。スライドに印刷したのもこれですが、まあこのラス系のシグナルに関わっているタンパク質だと、まあ、全部発現していると思われるような、まあ、組織もありますが、まあ、そうじゃないというふうに推測されそうな、まあ、必ずしも絶対そうかというと、まあ、検出感度の問題もありますが、まあ、そういうのが、まあ、一応見て取れるということが分かるかと思います。なので、ご自身が興味を持っているようなタンパク質とか、まあ、その周辺のタンパク質等を、このデータベースで検索すると、まあ、どういう組織で発現しているかっていうのが、まあ、瞬時に出てくるというような形になっています。で、あとですね、この、まあ、2個目のこのボックスプロットのところ、ここですね、これをクリックしてもらうと、こんな画面になって、ここではですね、この上にあるようにインヒビターのキャラクタライズがされています。例えばここに、まあ、EGFR とかを入れて検索すると、で、まあ、EGFR で検索されたものの実際の ID がこれなので、まあ、このタップルダウンから選んでもらうと、まあ、こういう結果が返ってきます。で、まあ、この結果、ここにはですね、いろんな薬のとのまあレスポンスが書いてある、それがまあボックスプロットで表現されているわけですが、まあ、おそらく僕よりもですね、医科大の先生方の方がよくご存知だと思うんですが、まあ、こういうインヒビターの反応性も分かる、調べられている限りのデータについては検索できるというような感じのデータベースとなっています。
で、例えば、まあ、それぞれのインヒビターを選んであげると、まあ、それの特性がまあこういう形でグラフとして見れますよというような感じになっているというものです。ここら辺はいいですね。で、もう一つ、挙げていたヒューマンプロテインマップ、まあ、これもあのこういうちょっと長い URL になってますが、まあ、ここに行ってもらうと、まあ、同様にこちらもですね、質量分析系のデータが元になっていますので、あの先ほどのプロテオミクス DB とよく似た結果が得られるかと思います。実際ちょっと見るだけ見てみますと、プロテインマップの一番上の検索結果のここになります。まあ、これもあのクエリーっていうところを押してもらって、まあ何かしらタンパク質の ID を入れると検索できるというような部分は先ほどのプロテオミクス DB とよく似てると思います。で、あのまあスライドを見てもらうと、見てもらった方が分かりいいですが、あの先ほどと同じキーワードを入れて検索すると、まあこんな感じになって、あのここのまあ、組織の分布に対して、まあ、これだとほとんどみんな発現してますよみたいな雰囲気になりますが、あの、まあ、組織のカテゴリーとか、まあ、そういうのが少し先ほどのデータベースと違ってますけれども、まあ、大量の質量分析データを元にして、データベース化されているという意味ではよく似ているということです。で、もう一個が The Human Protein Atlas というもので、これは抗体ベースで検出したタンパク質データベースということになってます。で、まあ、あの抗体で、まあ、タンパク質を検出することができるので、まあ、それが網羅的にデータベース化されているんですが、同時にですね RNA-seq のデータとかも、まあ、比較できるようになっていますので、まあ、非常に多機能でいろんな、まあ、検索等に、使えるんじゃないかと思います。これもまあちょっと見てみますと、ヒューマンプロテインアトラスの一番上ですね、こんな感じの結構きれいなデータベースなんですけれども、例えばあの何のキーワードを入れてもらってもいろいろ返ってきますが、まあ、ここに具体例がいくつかあって、まあ、インシュリンっていうのをまあ選んでもらったら、インシュリンで検索した結果がまあこんな感じでいっぱい出てくるということになります。で、まあどんなこのそれぞれのタンパク質が、まあ、これだとインシュリンレセプターですけれども、まあ、どういう組織でどれぐらい発現しているか、あるいはまあ RNA レベルだとどうかっていうのとまあ比較しながら観察できますというのがまあこのデータベースの特徴で、かつですねこのデータベースはここで染色画像もありますので、あのまあどういった組織像かっていうのもまあ画像を見ながら判断できるっていうような機能もあるというようなデータベースになっていて、まあデータ量は非常に多いものになります。ちょっとこれもあの同時にアクセスしているとちょっと遅いですけれど、でこのヒューマンプロテインアトラスについては統合 TB の方でもまあ使い方が紹介されていますので、あのぜひそちらもあの見ておいていただけるといいんじゃないかと思います。で、まあ最後ちょっとだけ残った時間でリポジトリデータベースについて紹介したいと思います。で、まあ、あのさっきも言いましたが、まあ、質量分析のデータを使って、まあ、論文を書くと、まあ、生データをリポジトリに登録しましょうということが推奨されています。で、まあ、登録するとアクセッション番号というのがまあ発行されますので、まあ、それを論文の中に記載するというようなことが、まあ、一般的には行われているということです。で、リポジトリデータベースはあの
世界中にいくつかあって、このプライドアーカイブっていうのが一番最初の頃からやっているのと規模が大きいので一番有名どころで、ヨーロッパが作っています。でマッシブっていうのがアメリカがやっているグループのもの でパッセルっていうのはまあちょっとタイプの違う質量分析データを入れるためのものです。で、まあ、あの J ポストリポジトリって言ってるのがこの DBCLS のプロジェクトで、私が関わっているプロジェクトでも開発している日本の、リポジトリデータベースになります。で、まあ、あのプライドアーカイブっていう、まあ、リポジトリが一番よく使われているんですけれども、あの、まあ、こういう画面で見れますのでちょっと一回見てみましょう。まあ、プライドアーカイブで検索して一番上に出てくるものです。現在ですね、この右上にちらっとだけ出てますが、あの8000プロジェクトぐらい登録されてますよということで非常に大きなデータベースではあります。で中身を見るのにブラウズデータベースっていうところからまあ行ってもらうと、あの、まあ、こんな感じで いろいろデータが登録されているっていうのが分かるかと思います。で、あのここのスピーシーズのところを例えばホモサピエンスにすると、ここに出てる4600件っていうデータ、まあ、プロジェクト数ですけれど、それが1874件まで絞り込めるという感じになってます。さらにこれを、まあ、あのスライドの印刷したものではこのサブミッションタイプをコンプリートっていうふうにして絞り込みしましょうみたいな感じになってます。で、まあ、そうすると400件ぐらいに絞り込まれますと。で、まあ、このパーシャルとコンプリートっていうサブミッション方法があって、これがちょっと分かりにくいので今回少し説明すると、あのこのコンプリートサブミッションって呼ばれているものは、まあ、データの再解析にとって必要な情報やデータが全部揃っているっていうことが保証されているっていう状態でリポジトリに登録されるものです。で具体的に言うと、まあ、質量分析の場合、まあ、生データローファイルですね。でそれと、まあ、スペクトルのピークが得られたピークファイルで、ペプチド検索の結果のリザルトファイル、まあ、この3つが基本的なセットなので、まあ、これが全部揃っていて、かつその対応関係もちゃんとまあ、取れていますよと。あるいはメタ情報として生物種とか、まあ、モディフィケーションとかどんな機械かとか、そういう情報もメタ情報としてきっちり入力されているっていう、こういう条件を満たすと、まあ、コンプリートサブミッションとして登録できるっていうことになります。で、あのこのヒューマンプロテオムプロジェクトっていう、まあ、全世界で行われている非常に巨大なプロテオムのプロジェクトがあるんですが、このプロジェクトに関わっている質量分析データの論文化に関しては必ずコンプリートサブミッションしろというような条件になっているので、もしですね HPP に関わるようなことが研究上発生する場合は、あの生データ等をコンプリートサブミッションで登録するというようなことが今後皆さんの研究上発生する可能性はあります。まあ、そういう場合こういう諸条件を揃えるためにデータもきっちり持っていて、どういう条件かっていう実験条件等もリポジトリサイトにきっちり登録するっていうようなことが求められるっていうようなものになります。で、まあ、こういうデータの中身を実際見ましょうというのがここからありますが、具体的にどこかのプロジェクトをクリックしてもらうと、まあ、こんな感じのページになっていて、コンプリートサブミッションの場合データがきれいに登録されていますので、どんなタンパク質があったか、どんなペプチドが検出されたかっていうようなことが実際このデータベースでも見れるようになっています。実際そのどういうものかっていうのは、このペプチドテーブルを見ると
こういうペプチド配列が検出されましたというのが、まあ、リストで出てきます。この場合1個のプロジェクトで、まあ、15万件ぐらい登録されている、非常にたくさんのペプチドが検出されているということが分かります。で、まあ、その結果としてのタンパク質っていうのは、まあここだと3万リザルトになってますが、まあ、どういうタンパク質が検出されたかっていうのが、まあ、ここではあのユニプロットの ID になってますけれど、まあ、こういうのがあのコンプリートサブミッションの場合すでにこれを検索可能な状態で登録しますので、まあ、こういうのも皆さんの、どんなユーザーでも見れるような形で公開されるということになります。で、あのアプライドっていうデータベースの場合はあのこのプライドインスペクターっていうのを提供していまして、まあ、このソフトを使うと、まあ、こういういろんな解析も含めてあのデータ登録等に必要なあの情報の、まあ、可視化っていうのができるようになっているという感じです。で、まあ、最後ちょびっとだけ、まあ、あの私が関わっている JPOST プロジェクトっていうのを紹介すると、まあ、3年ぐらい前に始まりまして、まあ、リポジトリを日本で作ると、で再解析をやってそれに基づいたデータベースを開発するっていうプロジェクトで、進めています。で JPOST リポジトリっていう日本初のリポジトリが、まあ、2016年の5月に公開されて、まあ、すでに結構たくさんの人に使ってもらってるんですが、あの、まあ、これはあの世界標準のプロテオムエクスチェンジのパートナーになっているっていうことです。まあ、データベース部分は、まあ、来月ちょっと公開予定なのでまだ今日はご紹介できません。で先ほどちょっと紹介したリポジトリヨーロッパとアメリカにあるんですが、今までここにしかなかったんですけれども今回から日本でそれをやるっていうことでこういうアライアンスを組んで現在国際的に活動していると。でこういうデータベースが日本にありますので、あのわざわざですね、まあ、イギリスとかアメリカにデータ登録せずとも、まあ、日本経由でデータ登録できるようになってます。で、まあ、いくつも特徴はあるんですけれど、まあ、基本的な機能は全部揃っていますので、あの同じように海外のデータベースと同じ感じで、まあ、使ってもらえるかと思います。で、まあ、あのちょっと普通度というかプライド等とは違うのはこういうプロジェクトと、まあ、メタ情報との紐付けの仕方が少し違っていますよっていうようなことと、まあ、それがために、実験条件を細かく入力できるようになっていると。で、まあ、あのそれをファイルデータと紐付けるのも非常に簡単にできるようになっているっていうことと、あのアメリカとかヨーロッパに転送するのはすごい時間がかかるんですけれど、まあ、この JPOST の特徴としてファイルをバラバラにして並列転送するので高速に転送できますよっていうのが特徴で、もともとプロテオムのデータはサイズが大きいのに、まあ、イギリスに登録するとなるとすごく時間がかかってトラブルが多かったのを、まあ、この技術で解消できるんじゃないかということです。で、まあ、あのここから基本的にはデモ画面を流すだけですので、まあ、基本的にほとんど終わりなんですが、まあ、実際ですねこの進めていきますとファイル登録をして、まあ、実際ファイル転送を行うっていうようなことが、まあ、始まって、まあ、並列にどんどん進んでいくみたいな感じで、まあ、データの登録ができます。最終的にこれは台湾から送った例ですが非常に高速にデータ転送が終わる。この場合だと1秒間に4メガバイトぐらい転送してましたので比較的早いと思われます。で一番最後ですけれどこれを使ってもらうために実際の本環境のやつではなくてデモサイトっていうのを作ってます。で、まあ、この URL でデモサイトに行けます。で、データを公開する部分アクセッション番号を取る部分以外はほとんど全部同じ機能が実装されていますのでもしデータ登録が必要な時はこのサイトを使ってもらって、まあ、ちょっと練習みたいな形で使い勝手を見てもらったらいいかと思います。で、お手元にもう一つ、まあ、資料を配ったデータのアップロード手順っていう方はこのデモサイトで登録するための練習用のやり方が全部説明されていますのでそれを参考に、もし必要な場合は練習してもらったらいいんじゃないかと思います。
私の発表は以上で終わりたいと思います。